お疲れ様です。井上です。ウィングネオインフィニティ CAD を用いた製図、前回まででおおむね作図前の図面の整理が完了しましたので、ここで一旦まとめておきます。現地で測量を行った点が測量機にこのような形でシーマデータとして記録されていますので、ウィングネオを立ち上げたら新規現場ボタンを左クリックするか、現場データのところで右クリックをして新規現場作成を選択、新規現場をダブルクリックで新規現場を開くと新規現場の作成画面になりますので、外部データから入力シーマファイルを選択、先ほどのシーマファイルを選択したらプレビューを行って全点確認をします。基本的にはここで全選択を行って OK を押したらシーマファイルを取り込むことができます。次に現場データの区画決線を選択、製図ワークシートを選んで新規のボタンを押してプロットのリストの上で右クリック、先ほどのシーマデータが候補としてリストで上がってまいりますので、すべて選択して OK ボタン、もう一度 OK を押したら製図のプロットデータの候補が出そろいます。次に製図ワーク一覧画面で製図を選択、図面を作成して製図作成のボタンを押すと図面上にプロットマークと点名がこのような形で表示がされます。適当なプロットマークを左クリックで選択して右クリック、同じ属性図形を全選択を選んでサイズを調整します。点名のエレメントも左クリックで選択して右クリックで同じ属性図形を全選択を選んで、これもサイズを調整。レイヤー表示画面でプロットマークを左ダブルクリック、もしくは右クリックでメニュー画面を選んでグレー表示にして、左クリック2回で点名を移動して点名の重なりを解消します。こんな風に点名エレメントの重なりをある程度解消して、最後にプロットマークのレイヤー表示を通常表示に戻したら製図準備の完了です。次回は製図作業の方向性の確認から始めたいと思います。本日もお付き合いいただきありがとうございました。